安満遺跡公園は大阪府高槻市八丁縄手町12番3号にある都市公園である。高槻市中央部の八丁縄手町にあった京都大学大学院の音楽研究科付属農場跡地に所在する広大な歴史公園である。京大農場の移転に伴い、弥生時代の遺構が残る安満遺跡の保存、活用及び高槻市中部における 防災機能の向上を起とし、その跡地を含めた一帯を安満遺跡公園として整備した。公園内は大きく2019年3月に開業した南西部の一時開園エリアと2021年3月に開業予定の二次開園エリアに分けられ、一時開園エリアには公園の中核となるパークセンターや飲食店などが二次開園エリアには 歴史拠点施設や多目的広場などが設置されている。名称及び公園キャッチフレーズは公募で選定された。日本全国から公園名称445件、キャッチフレーズ342件の応募があった。公園名称としては応募数が最多であったことや、全国的にも貴重な歴史遺産である安万遺跡の重要性を鑑み、安万遺跡公園が選ばれ、 キャッチフレーズとしては、高槻で縄文人との共生により、弥生文化が花開き、後の山大国に連なる国、ひいては和国の源となる遺跡が高槻に存在することから、日本の始まり、高槻に、が選ばれた。安万遺跡公園メインエントランス堂公園では、市民と共に育て続ける公園を主たる、達成目標とした安万人クラブが結成されており、 防災活動や古代米栽培、マルシェ開催などに取り組んでいる。ありがとうございます。